国内の競技人口430万人以上、国民的スポーツサッカー。 J リーグを頂点に日本中のチームが昇格を目指してしのぎを削っている。 J リーガーになって胸を張れるような選手になりたいです。帯広の強豪高校から地元の地域リーグ北海道十勝スカイアースに入団。強いフィジカル、身体能力でチームを支える若きディフェンダー。 J リーグを目指す吉田哲人の原点に迫る。明治安田生命プレゼンツ地元魂。北海道の南東部十勝、ここがサッカー選手吉田哲人の地元。小学校1年からサッカーを始め、中学の時にフットサルの全日本ユースに出場。地元の強豪帯広北高校3年の時にインターハイ北海道予選ベスト4に進んだ。大学に進学を考えていて、まあ、一応内定ももらってはいたんですけど、十勝に J リーグを目指すサッカーチームができたから入らないかっていうオファーをいただいて、迷うことなくスカイアースに入団することを決めました。北海道十勝スカイアースは地域リーグで躍進。相手と1対1では負けない身体能力が自慢の吉田は、 J リーグ昇格を目指すチームにとって欠かせない存在だ。 J1 コンサドーレ札幌でも活躍した内山裕樹選手は尊敬する先輩。練習後にいつもアドバイスもらってます。フィジカルが強いっていうのがやっぱすごい彼のストロングだと思うんで、フィジカルで戦える技術っていうんですか、それをいつもアドバイスしているつもりではあります。普段は町役場の職員として働いている吉田。教育委員会でスポーツ振興の担当だ。高齢者の方が筋力低下にならないような運動だったり、関節可動域を広げるような運動教室を今行っています。子どもたちの指導もしていますけれども、コーチと呼ばれて親しまれていますし、頼もしい存在です。好物は地元十勝の名物だ。小さい頃からずっと通っていて、十勝の食材を多く使っていて、すごく美味しいカレーになってます。高校3年生の時、3ヶ月ほどバイトしてました。練習頑張って上の方に行けるように頑張ってもらいたいと思います。十勝ならではの景色が吉田に力を与えてくれる。内帯高原は牧場があって牛を放牧していたり、地平線まで続く緑の自然があって、空気もきれいなのでとても癒されます。吉田哲人の地元魂、その原点は十勝にありました。サッカー吉田哲人の夢は、スカイアースで J リーグに上がれることが一番です。まあ、個人としても一つでも上に上がれるように頑張っていきたいと思ってます。